あ、これ今道路の部分半分ぐらい買ったんですけど、左側が茶畑があって、この上にも茶畑があるんですけど見えないね、見えない。あのでっかいのもあれ、あそこに入ってるの茶葉なんですけど、お茶の木なんですけど、あまりもほったらかしで大きくなりすぎてますね。下もこんな感じで、ちょっとだいぶ刈って30分ぐらいかな、刈ったのは。あとはここら辺までちょっとこう、ここはちょっと広い空き地みたいになったんですけど、で、ここは下、次はこの下も、とりあえずこの上刈ってたら時間が今日はなさそうなんで、とりあえずこの一番下の茶畑を、とりあえず草をしっかり刈っていこうかな。多分手で刈らないとちょっと難しいのかな、混在してるから、手でぼちぼち刈っていこうかなと思ってます。復活するって結構大変ですからね。田んぼ一枚復活したことはあるんですけど、あれも結構ね、今から15年ぐらい前ですけど、結構大変でした。あの時は岡田人力でやったんですけど、さすがに今だったらだいぶユンボとかあるんで、簡単に、まあ、簡単じゃないけど結構な、パワーで設置できるので楽になったんですけど、もうこの段々畑はさすがに、こういう草刈り機と手でコツコツ刈らないとちょっと難しいような気がしますね。まあ今こんな茶畑が、まあ山が荒れてるのもわからんでもないですけどね。まあこんな変わった農家がいるということも、まあこの地域にはいいことかなと思いますね。よいしょ。次また出てぼちぼち刈っていきます。
よいしょ、こっからは、こっからは手で刈ります。よし、はい、見てください、これ見るかな、これ見えるかな、これの糞です。やっぱりこれ鹿陽気おるね、山やから。鹿に食べられへんかったんやけどね。よし、次ちょっとここまではこう刈ったんやけど、ここはちょっと手で刈っていかんと混在しとうから難しそうやね。今から手で刈りますね。野バラです。見てこの大きい野バラ。下も絡んぞ。ここが見えるかな。
すごいトゲやろ。こんなんがいっぱいよ。ちょっとすっきりしてきましたね。また引き続き手入れします。